今日はイノシシラーメンを食べました。湯切りが食べたことあるってないです。イノシシラーメン、イノシシの肉入り、こんばんは。イノシシ肉はまい、マジ。喉が鳴った。ウドムさん、ハートありがとうございます。自分はイノシシ捕まえて食べる？それはすごすぎん？狩りやってるの？喉鳴るんですよ、飲んだら絶対鳴る。セーフ。お母さん、マシュマロありがとうございます。みちゃさん、ハートありがとうございます。アイズさん、マシュマロハートありがとうございます。こんばんは。何味って、これはアイスカフェラテです。カフェラテ、カフェラテ味。こんばんは。ラテカップの色は爽やかソーダのよう。海ですね。クジラ、人間、魚に見せかけた人間。人間、人間の足、人間、体調良くなってそうで良きだよってね。もうあと明日には治るわ、多分明日か明後日には。これまあ3日前から言ってるけど、明日か明後日には
も夜ご飯後はね薬飲んだ後だから割と落ち着いてるかも。薬効果がまだ。薬効果が切れた朝が一番きついです。今は でも横になった方がきついことに気づいたんですよね。でもさあ体調良くないからさ、ずっとゴロゴロしてたいじゃん横になって。でも横になったらめっちゃ咳が出るんですよ。座ってた方がいいらしい。寝たきりできないですよね。ね。こんばんは。そうなんよ、横になった方がしんどいっていうね。だから夜とか顔を横に向けても変わんない。なんか座った方がいいらしくて、調べたら座ってた方がいいらしい。白生地トラさん、マシュマロありがとうございます。ルイさんありがとうございます。ね、きついから横になっておきたいのにさ、横になった方がきついっていうね。座っとかんといかんのかいっていう感じです。リチャーさんありがとう。ペンギンありがとうございます。ありがとうペンギン。ペンギンね、今は座椅子に使ってる、座椅子使ってるけどさ、配信以外の時は私ベッドにいる派なんですよ。休みの日の配信以外の日はベッドで横になってる人間だから、横になって映画見たり、15時間寝ましたとかさ言ってる人間だからさ、それが座っとかんといけない。やすべさん、マシュマロありがとうございます。マシュマロ。山の山さん、マシュマロありがとうございます。そうで、あのショールームのイベントのお礼配信を急にするって言ってたんだけど、明後日、明後日にしますって言ってたんだけども、それを完全に治ってるか分かんないから明後日
もう一個ずらそうかなと思います。はるゆめさんハート、ありがとうございます。あさって、予定だったんですけど、ちょっとずらします。ツアーの6ショット見て、ゆきさんのスマイルいいなって、笑ってた、私笑ってました。来週でもいい？そうね、来週の土曜だと、9+7=16。そうね、来週何もなければ来週かな。16、17は何もないよね。いや、お話からだったっけ。ないよね、お話から。20と23よね、何もないっけ。なんか何もない土日って結構レアじゃん。なのにこんな2週も何もないんだ。MM さん、マシュマロありがとうございます。結構久しぶりな気がする。何してたんだ、何もないから帰省します。いいね、帰省か。帰省はしない？いや、私も帰省予定はないですね。でも結構帰省したいって周りのメンバー言ってるけど、最近はあんまり帰省したい欲は私はない。実家帰っても誰もいないんだよね。527、帰省したい、みんな言うじゃん。しなよ。太陽って、それは何？母に会いたいってこと？何目的ですか？
でもなんか実家で一人暮らしじゃないわ、実家に帰ってもどうせ一人やけん、広島おっても一人やし、それやったらまだ広島の方がやることあるんですよね。愛媛であるけん、あんま田舎やけん、広島は何かと出歩けて外食も一人で行けてショッピングもできるけど、愛媛外食も車ないとむずいし、どうせ一人だし帰っても弟がね今いないから、いい意味でゆきさんお母さんということや。一人っ子じゃないんですけど、弟は今愛媛にいないから、だから一人なんですよ。ずっとね兄弟がいたから帰省してもそれなりに楽しかったけど、誰もいない実家とかは、なんか広島にいても愛媛にいても変わんない。3人です。まあ誰もいないって言っても夜はいるけど、昼間は仕事とかで一人になるからさ、ばあちゃんには会えるけど、この前は結婚式で帰省したぐらい、びっくりした、結婚したんかと思った、してないよね。おめでとうございます。絶対違うでしょ。え、結婚した？してないよな。帰省するたびに数万遠いからなって、遠いん実家。え、結婚したの？違うでしょ、友達のじゃなくて本人。実家土日でも誰もいないので、そうだから、なんかまあみんな部屋にこもるじゃん実家。そうだから、まあ弟がいたらそれなりになんか喋り合えているけど、お父さんは引きこもってるし部屋に。そう、結構孤独です。孤独、みんな引きこもるから部屋に。なんかありがとうございますって、ちゃうやないかい。そうなんや、実家おってもみんな自分の部屋に引きこもるじゃん。そう、まあ一緒に買い物できるぐらいやね。釣りに一緒に行けばって、釣り朝早いし危ない危ない。まあまあまあ、どっか連れてってって言ったら連れてってくれるけど、あ、ペット、そう、ペットはでも飼う予定なんですけど、今はまだ
私が愛媛に帰ったら買います。なんかここ最近食事軽めだからさ、痩せた気がする。急に今すっぴんだけど痩せた気がする。僕むくんでない気がする。花ちゃん、私花ちゃんにめっちゃ吠えられたんですよ。花ちゃんに威嚇されたから。ほっそりした？なんか痩せた気するよね。すっぴんだよ。体重落ちたかな。でも水分取ってるからどうだろう。乗ってみようかな。でも水分取っておけんな。お父さんにどこ行きたいって言ったら連れてってくれるのって言ったら連れてってくれると思うよ。でも行きたいとこない。顎のライン、まあそんな数日じゃ痩せんやろうけど。軽めな食べる量がめっちゃ減った。夜の間食してないし、ここ1週間なんやかんやで金曜ぐらいからだからね、結構長い。パパ、お父さんって。お父さんの呼び方は名前で呼んでる。ふんふんくん、減ったかな。でも近々生写真撮影あるからちょうどいいわ。これで痩せてくれたら。近々だから。ふんふんくん。アーシャまでこのまま痩せようかな。あ、明日4月やん。もうちょいやし。このまま食べる量を減らしたらいいんじゃないの。ちょうどいいタイミングだ。ダイエットをさせてくれる限り。きっかけを作ってくれた。こんばんは。淡路島ツアーの愛媛版。愛媛版か。愛媛版だったらどこ行くんだろうな。どこがいいやろ。でも奈良城にあんなに人が入るところ、むずいな。アーシャまで髪伸ばすって。でももうあと1ヶ月だからほぼ伸びないよ。もう伸びて2センチ。アーシャまで切るか切らないか。朝までもう少し痩せれそうですかって。まだ1ヶ月ぐらいはあるから全然痩せようと思ったら痩せれる。1ヶ月あるし。ヒロさんありがとうございます。
あ、変わるの代わりにあれは、あの磯辺焼きみたいなコップ、確かに愛媛麺3人でしたらいいよね。3人で3人やったらライブはできんけど、でも高崎彩子みたいにライブなしの、ライブなしの後部焼き、磯部焼きやったらちくわになっちゃうね。ちくわ、あさってどっかに貼ってあるのかなって。今は貼ってないよね。貼ってない。前までさ、エディオンでやるとき、エディオンのさ、入り口に貼ってあったやん。あれは今もあるの？ない？ないんかな。貼ってないかな。ちくわ作りする？楽しそうやけどね。かまぼこ有名よ、愛媛も。変だ。でも前あったくないの、なんかエディオンでさ、アーシャみたいなんか飾ってくれてた記憶にあるけど、ないのか。音が鳴るよ。これ氷多すぎてさ、最後の方めっちゃ薄いんよね。氷この辺まで入れられるんよ。そこにさ、カフェラテ入れるんやけど、ほぼ氷すぎてめっちゃ薄い。水になる。今年の朝どうしようかな。やっぱ巻きだよね、ゆる巻き。でも私ミディアムも好きなんだけどね。まあツインテールしたいから我慢我慢。私はでも長いロング似合わない気してるんですよ、自分では。長すぎるロング、ほどほどのミディアムくらいが一番しっくりきてるんです。長すぎるの似合わない気してるんですけどね。短いロングとは。キツネさん、タコありがとうございます。長いロング、今はでも結構長め。まあでもロングで朝撮ったことないから、一回ロングで撮るかって感じではあります。あ、そう、9日のイベントのオンライン配信は延長したんです。その次の週に、来週だから 16?17 とかにしました。長いショート、長めのショート、そう、声がもうちゃんと治ってからにしようって思うので、来週にします。長めのショートってあるけどね、短めのショート、長めのショート、ボブ
こんぐらいいいよな。この短いこれなんか段ついてるよね。これに合わせて、この短い、でも長めのショートとか言うよ。あのショートにしたいんですけど短すぎず長めのショートでって、ショートの中の長い、そう、まあ思いっきり変化したいときはアーシャの前がじゃないとできないから、アーシャに合わせる。まあしばらく経ったら切れるんだけどね、朝変わって。そうね、今のサヤカリンぐらい。そう、伸ばし中です。とりあえず、とりあえず伸ばし中。今短めのロングって感じかな。あともうちょい。ロング、短めのロングと長めのショート。長めのショートっていうのはショートの中で長めだからこんぐらいとか、長めのショートじゃん。ショートカットやけど長い。でもここまで来たらもう長めのショートじゃないじゃん。もうこれは短めのロング。長めのロングはサコちゃんとか、私はそれに比べたら全然短いから、短めのロングって感じかな今。言うてまだ短いので、短めのロングフライかなって。コーヒーさん、マシュマロありがとうございます。そう、まだ短い、まだ長い人がいっぱいいるから、これよりもリコチとかアイコとかサラピとか、そん中だと私はまだロングには入んないから短めのロング。ロクマさん決定戦17位だって。シロクマさんやと、ホワイトデー配信どうしようかな。白熊さん目指してるんですかって。白熊さん、白熊さんです。白熊ギフトなんかあった？白熊
白クマってなんだ、どっから来たんだ白クマは。ね、白クマギフトないよね。何の白クマだろう。マシュマロ女王とかじゃなくて、マシュマロボディ。白クマさんはどこから来てどこへ行くのか。マシュマロありがとうございます。16か17にまとめてやればって、いやホワイトデーは当日にしたいじゃん、14日に。本当だ、白クマじゃないってね。白クマさんギフトはないわ。マシュマロ、マシュマロかな反映されてるの。マシュマロボディ情報。ホゲナさんありがとうございます。マシュマロボディですいません、マシュマロボディじゃないよあなたは。よいしょっと、私みたいな人がマシュマロボディです。私マシュマロボディですよ。もち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 、マシュマロ。マシュマロありがとうございます。マシュマロ、君マロボディ。ヒコマロボディ。2パターンある。マシュマロボディはマシュマロのようなボディです。歌マロ石鹸、ちょっとわからんな。歌マロ、そんな丸い形してたっけ。歌マロ、歌マロ、STU の写真集まだ見てないね。歌丸、なんだっけ、歌丸の席わかんないや。タオティンさんハートありがとうございます。わかんないから、うざまの石鹸みたいな体型でごめんなさいって言ってるから、そんな丸いのって聞いたの。石鹸は知らないよ、四角なんだ。そうだから、うざまの石鹸体型って言ってるから、あなたのことは知ってるけど歌丸は知らないから、あなたの形の設計も想像したわけ。そう、
そういうことだよ。あなたの体型とは言ってない？何じゃ。ああ。これね。四角じゃないじゃん。多分こっちのこと言ってるんでしょ。これなら似てるわ。じゃなくてこれだろう、これでしょ絶対。似てるよこれなら。あと顔、顔かこれ。体じゃないんですって。え、歌物知らないね。あんまり使ってないかもこっちでは。これだ。これでしょ。歌丸体型。あきさんありがとうございます。これならわかるわ。違う、嘘。こういう体型ってことでしょ。わ、部屋が。歌丸こっちの方はあんま使わんね。あー、キッチン周り。ひどい。歌まろ。うん。白を一層白くする。中年太りのフォルム。歌丸ね、使ってないや。うん。キッチン掃除。衣装前より、あ、アイロン、アイロンかけんときじゃなくて赤いやつ。タラの DD さんハートありがとうございます。ありがとうございます。白クマちゃん、あ、1.3倍中。何これ。白クマちゃんポイント 1.3 倍中だ今私。みんな1倍中なのに 1.3 倍中。なんだろうこれ。獲得メダル3。ブーストメダルは所持しているだけでブースト効果を発揮します。へえ、ブーストメダル持ってるの私。ブーストメダル持ってるっぽい。ブーストメダル3枚あるから 1.3 倍中らしい。ポイント、ポイントが 1.3 倍中なんだって。メダル持ってる、なんでだろう、なんでメダル持ってるんだろう。メダル3個って書いてるわ。ほら、メダル3個持ってるから 1.3 倍中。でも他のメンバーアイコンを持ってるけど他1。
なんだろうね、よくわかんないけど、どこで手に入ったんだろう。それぞれ各イベントやキャンペーン、チーム達成の得点なので獲得できます。よくわかんないや。フレンドパーク？クマさん、ありがとうございます。リコチは6個メダル。メダル持ってる人と持ってない人いる。何なんだろう。基本みんなゼロ。なんで持ってるんだろう。基本みんなゼロです。太郎さん、マシュマロありがとうございます。ね、でもなんか嬉しいわ。持ってる人少ないからレアもの持ってるみたいだわ。みんな持ってないけんさ。福田さんとか持ってないからなんか嬉しいわ。なんか知らんけど。6個って、でも6個も 1.3 倍だから私と同じ7個から 1.4 倍。ね、福田さんも持ってない。なんだろうこのメダルは。人生でメダルをもらった経験がありません。普通ないよ。普通ないよ。メダルは自動的に消費されてる。初代モテクイーンのやつだって。じゃあモテクイーン順位良かったんだね。でも福田さんが持ってない。なんでだろう。謎だね。まあいいや、なんでも。2月に開催したモテクイーン。
すごいね。じゃあいいね、前回のやつでメダルを獲得しときゃ 1.3 倍とかになってるんだ、ポイント達成しやすいってことじゃん。表彰状もらったことあるって？表彰状ね、でも小さいことやったらあるけど、いっぱい大きいのはない。小さい、クイーン、モテクイーン、ムーラーさん、ハートありがとうございます。表彰状ね、表彰状、ありますね。あ、18位、も釧路熊さん18位、4位下がった。私はクマさんじゃないんだ、私はクマさんじゃないんだ。マシュマロだけが対象なのって、そう、クマさんはね、まあ狙ってないから、クマさんはマシュマロだけ、ホワイトデーのは全部。クマさん、遠ざかる白クマ、ダブルタワーはホワイトデイイベントの方に反映されてるから、ホワイトデイの方に反映されてる。あと5万ポイントで人気美肌パックがもらえますね。てか、あのバレンタインの時のデパコスセットみたいなやつ早く欲しい。まだかな、バレンタイン。タワーはそう、ホワイトデイイベント、クマさんのやつはあれだよ、1位の、あのあれだよ、白クマ女王とかのやつ、それとは別にホワイトデイのやつある。そろそろ来そうよね、そろそろ来んかなと思ってずっと待ってる。デパコス
こういうなんか毎月あるやん、これ毎月ある、こういうやつで楽しみだったランキング、デパコスと焼肉とメロン、あ、でも結構あるな、メロンと高級お肉とカニ、結構やな。ひろちさん、ハートありがとうございます。こうじさん、ありがとうございます。マシュマロ、マシュマロ、声完璧。まあ、でも声、まともな声聞かなすぎてさ、忘れたんじゃない、私の声どれが正解か。日曜ぐらいから聞いてないじゃん。だからこれは本当の声じゃないかもしれないよ。まだ。私はまだだと思う。うどむさん、マシュマロありがとうございます。日月火水木、もう4日5日聞いてないからね、私の声。みんなちゃんとした、まだだよ、多分あと明日か明後日、明日あと一歩、あと一歩です。おいもちゃん、マシュマロありがとうございます。マシュマロ、ハスキーな歌手の歌が歌えそう。誰？ハスキーな歌詞、歌手。にゃおさん、ありがとうございます。桜開花予想3月22日、早っ。嫌やな。まあいいことなんですけどね、春が来ちゃうのかってなっちゃう。桜見たらもう冬の終わり感じて寂しいです。私は冬大好きなので、ああついに春来ちゃったかっていう、また次の冬を楽しみに行きます。喉良くなってるよ。桜、桜見たらね、1年始まったって感じもするし、また1年頑張らなきゃって。ね、新しい感じするもんね、新しい生活、桜見たら。だから冬はもう終わって、
な。あ、桜見たらもう始まってしまったって感じする。大ピエンさんハート。思いを届けグマ、ありがとうございます。マシュマロ、急なマシュマロ、急なマシュマロ。ありがとうございます。タイピエンさん、マシュマロありがとうございます。ウドムさん、ありがとうございます。ミキヤくん、ありがとうございます。明日も桜と桜見に行きます。誰、桜って、彼女、彼女三次元ですか。桜と桜、リチャさん、ありがとうございます。マシュマロ、ヤスルパンさん、ありがとうございます。彼女、いやー痛いやつだね、多分川崎さんの方だよ、遠藤さんじゃなくて。この方が言ってるのは野村さん、マシュマロありがとうございます。そうか、さきさん、どうやって見に行くの。桜と桜、アクスタ持ってくの。てかまだ咲いてなくない。リカと桜です。20% なったわ。よいしょ。キリガマクズ保っていけってことですかって。違います、咳出るわ。リカと桜っていうのはこれです。リカと桜です。これね、見えてる、リカと桜。ナウです。私のアクスタを持っていくのではなく、なおです。リカと桜、なおです。ね、でも半分以上下向いてるけどうまくいかんのよね。なんかさ、この下の花を上向けようとしたらさ、こ
つの花が壁側向くからこうやってわかる。もうできないんだよね。ケンケンパーさん、マシュマロありがとうございます。こう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 追悼券、これ前向けたらあっちがあ、なんか壁にドーン。そうなんや。ケンパーさん、マシュマロありがとうございます。壁ドーン、壁ドンだ。グッドです。タンタンさん、マシュマロありがとうございます。そうだ、今日マック食べたんですよね。ハッピーセット開けようかな。何が出るかな。ラインナップこれかな。私が欲しいのはこれかこれかこれ。なんだろう、これがいいな。これか、まあ形でね、今分かってるんだけどね、どれか。これか、これ何、冷蔵庫。冷蔵庫かわいいね。まあ触りながら、まあこれじゃないのは確定なんだけど、まあ私が欲しいのはこれ。でも絶対違う。絶対違います。はい、冷蔵庫。みんなどれか欲しい。でもこれ楽しそうじゃない。これ迷路みたいになってるの。弾をさ、撃って迷路みたいになるやつでしょ、これ。昔よくあった。これなんだろう、冷蔵庫。みんな冷蔵庫推しなの。今第2弾じゃないのって。え、これ何、第 2弾じゃないの。わかんないんだよね。別にお菓子じゃないわ。おもちゃが欲しくて買ったんじゃないんですよ。開けるよ。おもちゃ欲しいわけじゃなくて、なんかとりあえずなんか食べないかんけんさ、じゃあハッピーセットでも食べるかみたいな感じで頼んだの。薬を飲むために。そう、さすがにがっつりのセット食べれんけんさ、プチパンケーキセットにしました。プチパンケーキなら食べれるかなって。ハンバーガーとか無理やけど、ナゲットとか。プチパンケーキ、そう、パンケーキに枝豆コーン。軽くない？一番軽くない？プチパンケーキに枝豆コーンだよ。じゃあ開けます。でれれ、あ、かわいい。じゃーん、かわいい。黄色なんだ。冷蔵庫でした。かわいいね、めっちゃ黄色やん。
なんか白とかかと思ったら可愛いね。これこれ見て勝手にさ白っぽいの想像してたからめっちゃ黄色でびっくり。なんか入ってるかな、開けれるかな、開けれるか、コンコン、ドアじゃないよってパン、かわいい、普通にかわいい。入ってまーすって、トイレまさかの、おーらそういうことじゃなくて、私がドア冷蔵庫だからドックいらんでしょっていうボケをもう一個上で返してきた。コンコン、入ってます、入ってたけどさ、いや私冷蔵庫やのに叩くんかい的な感じのさ感じでボケたのに入ってた、入ってるね、入ってます入ってたよ本当に。入ってます、いや結構しっかりしてるくない、しかもこれマグネットらしい、冷蔵庫に貼れるってことでしょ本物の。そう本当に入ってたわ、え冷蔵庫に貼れるやつ、マグネット、マグネット結構しっかりしてるね、おまけの割に。かわいいよねこれ、冷蔵庫に貼れるとかかわいすぎん。え、これは小物入れ、何入れよう、近くにいるマスコットでも入れようかな。ジーガーは入らんな、近くにいたマスコット、うん、ちょうどいい、こんにちは。謎のキャラ入れんでってね、誰こんにちは、プリンです、そうプリン、プリン、プリン、プリンにプリンをしたかったの、たまたま目の前にいたからちょうどいいと思ったんだけど、プリンにプリンみたいな。これはね、そうなんだっけ、あの LINE のキャラクターとかにあるやつ、それで合ってると思う、なんて読む、白いやつとかおるんです、これ白いやつとか白いやつが主役かな、メイン、ライさんありがとうございます。オブングのプリン、なんで知ってるの逆に、こんにちはプリンです、プリンにプリンです、プリン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 、かわいいでしょプリンでした。調べた、嘘を調べるんやろ、あれだけの情報でなんで知ってるんだろう。ライスさんありがとうございます、ハッピーセットのおまけでした、結構満足、うん、一本満足みたいなイントネーション、でもどれでも可愛いね、
迷路みたいなやつも可愛いし、これはマスコットっぽいわ。チェーンついてる。マスコット素材かな。可愛いね。集めたくなるね。ダメだダメだ。可愛いけど何？何が完璧すぎるって？残りわずか5個、どうしよう。冷蔵庫ばっか溜まってったら。え、この冷蔵庫かわいいわ。普通に小さいちいかわは入らん。奥行きがなくて、ほら第一関節ぐらいしかない。ちいかわ入らん。めっちゃ小さいちいかわ、奥行きがないんだよね。奥行きがあればあの小さいさ並べてるやつとか入りそうやけど、第一関節卵は絶対入らんよ。薄っぺらいのね。なんか入れたいね。ぴったりくるもの探してみよう。布系じゃないと潰して入れなきゃ。かわいいでしょ。ハッピーセットプリンになってるやん。アバターポムポムプリン。ハッピーセット好きだよねって。でもこれおもちゃ目的で買ったじゃないから、今回食事目的で買ったらたまたまこれだったの。これ冷蔵庫につけようかな。イヤリングなら入るけど、これにイヤリング入れるのはな、うん、でもちゃんと閉まるけんいいね。カチってほら開かない。次のハッピーセットドラえもん。マジやだ、沼にはまっちゃうじゃん。しばらく抜け出してたのに。ね、落ちない。下向けても落ちない。台湾のクーさん、マシュマロありがとうございます。普通にこれかわいい。マイメロだったらめっちゃ嬉しいもん。推しキャラだったらこれめっちゃ嬉しいよね。普通にこのセット推しじゃないからさ、推しじゃなくても嬉しいけど、推しだったらもっと嬉しいよね。好きなキャラクターだったらね。かわいいです。推しじゃなくても嬉しいから、推しキャラだったらめっちゃ嬉しい。推しいね。そう、プリンちゃんは別に推しではない。STU プリン推しは今は2期生はいないかも。なっちゃんがマイポンポンプリン好きだったんだけどね。めっちゃ黒身に推し変したから。よいしょっと。この子も可愛いでしょ。ガチャガチャ。ね、なっちゃんめっちゃねポンポンプリン好きやったんよ。変えやがってさ。でもサンリオでさ可愛いと思うキャラクターって変わるんかね。私マイメロしかさハマってないんよ小学校から。ちょっと自分が可愛いと思うキャラクターはさ変わらんくない？なかなか。まあそれアイドルとかだったらさ性格とかもいろいろあるけんさ変わるかもしれんけどさ、いろんな感情でさ
変わるかもしれないけどさ、好きな可愛いと思うキャラクターってあんま変わらんよね。高典さん、マシュマロありがとうございます。え、これはプライベートで引いたガチャガチャ。私は白いのが欲しくて、そしたらプリンが出てきたの。これは狙ってないやつ。え、キティちゃんところ行っても全然心動かん。マイメロしか可愛いと思う。マイメロなんで可愛いんだろう。マイメロはめっちゃ可愛いんだよね。めっちゃ可愛く見える。何かが刺さってるんですよ、私の中に。超可愛いもん、マイメロ。でもマイメロのこと別に可愛くないっていう人もいるじゃん。だからまあ感性の違いですけど、めっちゃマイメロが可愛い。こいつは狙ってたやつじゃないです。そう、お文具さん狙い外れ。お文具さん知ってたの、元から。知ってたの。でもまあ可愛いやん、これも顔が。私の好きな表情だから実質当たりです。可愛い。そう、好きな顔。テレビでたまにショートアニメ見たことあります。なるほどね。そっか、確かに家にいる時間長かったらそういう出会いもあるね。アニメやってるんだ。それは初知り。あと3分ですね。もうちょっとで終わり。知らない。お文具さん、なんか LINE のスタンプのイメージある。お、服部さん、クマありがとうございます。明日くら寿司行ってきます。え、もしかしてちいかわ8夜した行かなきゃ。ちいかわとコラボするんですよ、びっくらぽん。めっちゃ楽しみにしてた。あれの栗まんじゅうが可愛いんですよ。ちいかわやるねって。でもなかなか当たらんのですよ、ちいかわの時設定強くされてるからなかなか当たらんけん。私前のちいかわの時に一人で3000円分ぐらい食べたのに当たらんかったから、むずいよ。マサヤンさん、ありがとうございます。そう、ビックラポンの設定厳しくされてる。一人で 2,3,000 円食べたのに当たんなかった前。あの時はでもモバイルの方してなかったから、ビックラポンってモバイル設定できるんですよ。モバイルで頼んだら携帯でも回せるし、お皿入れても回せるって。だから2回回せるの。モバイルで頼んだら500円で1回回せて、お皿入れたら5枚で1回回せるじゃん。そう、あと2本やばい。そうだから携帯で頼んでやったら2回回せるわけだから、最近そのやり方でやってるから次はそれでやらなきゃって思ってます。前の時間の時はそれはやってなかったから。明日からか。じゃあ誕生日見ます。13位たっちゃん、12位大熊猫さん、11位春夢さん、10位山の山さん、9位ルカさん、8位たっくん、7位きちねさん、6位りちゃさん、5位やすべえさん、4位やするぱんさん、3位
のどだ、みきあくん、2タイピーエンさん、1うのぶさんありがとうございます。続けて喋ったら、のどはや、のどは、うん、ってことでおやすみなさい。続けて男女読むのきついわ。おんち、いこちんさん、ありがとうございます。13位から息継ぎなしで読んでたら最後の方もう死にかけになります。途中で区切らんとね、むずいわ。バイバーイ、おやすみー。